なんてことだ。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について、巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ壁に着く頃か。急がねえと。何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえようなら先を急ぐからな。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。やる。おとなしくしてろ。やる。巨人を確認。複数います。一体起動に瓦礫を無視できる。もう馬を諦めて進むか。ダメだよ、ここには馬を置いていけない。巨人は防ぐから瓦礫の破壊を急いでよ。助かってよリヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。苦戦してやがるのか。
やがれ。巨人どもめ、キリがね、味方はどこだ。カスカス、お前ら腹をくくれ。だったら口を動かしてない。ついてこい、オルオ。救援要請か。無視はできねえな。まとめて相手してる。苦戦してるみてえだな。行かねえと。おとなしくしてよ。先を急いでるのに邪魔するなら死ね。俺の敵じゃない。どうして化け物。足引っ張ってすみません。いいからついてこい。エルミに追いつくぞ。ここで死んだらもう巨人を研究できなくなる。おとなしくしてよ。化け物。
も塞がれてやがるのか。見て、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方は散り散りだ。手を貸せ。エルヴィンが先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。新手の巨人です。南東から複数来ます。早く砲台で瓦礫を崩さないとまずいな。勝たせんだな。リヴァニー、お前は先に行け。俺は試算した兵を収集する。おとなしくしてろ。まとめて相手してやる。俺としたことが仲間を見失うとは。体勢を立て直さないとな。見たか。行く。やっ。まとめて相手してやる。面白い暮らしやがって。すみません兵長、まだ行けます。ああ、トロストクの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。悪い。戦力を集めてきて、先を急ぐぞ。そうか、ご苦労だった。行く。このままトロストクの壁門まで強行するぞ。行く。
辞した。エルヴィン、門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃、トロストク壁門へ急げ。急いで中へ。ち、何が起こってやがる。一体向かってきます。面白い面しやがって。今は考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼む。あの大型飛行士を仕留めろ。了解だ。目障りな野郎だ。てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します、兵長。俺はどうします。俺たちの力見せてやりましょう。どうした？
こそ。あれは自由の翼。おい、ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。今回決めるのは、君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か、調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が、今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて、我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力だウォール・マリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォール・マリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あの高田は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。
これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化したとき力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのか。リヴァイ殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるな。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃない。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です。ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？
ああ。なんてこった。
ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより被験体の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど、結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは、マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで？今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてたから。エレン、お前本当に、
いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。カリモン。第57回壁外調査を開始する。進め。馬に乗ってりゃ楽勝だろ。で、俺たちはどうすりゃいいんだっけ。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。邪魔しないで狙う。多数の15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきか。出口まであと少し。もう一押し。一か八かやってみる。捕らえた。邪魔しないで。まずは旧市街地を抜ける。総員進め。遅れだった。本体は迂回ルートへ移った。わかったぜ。救援要請。もう一押し。戦わなければ勝てない。動きが違うぜ。
ミカサ、瓦礫で道が塞がれているの。砲台で崩せそうだけど巨人が邪魔で。かっさばいてる。私がみんなを助ける。落とした。蹴散らしてる。片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人も排除してから砲台を使うしかないでしょう。もう一押し。次。もう一押し。狙う。どうもお世話様です。任せて正解だったよ。お前と一緒に行けば楽できそうだ。カッサバイ、あの色は。助けに行かなきゃ。捕らえた。次。捕らえた。あー、巨人が。来ないで。今助ける。次。俺も手を貸そう。さすがは首席のミカサ様だ。もう一押し。やったか。次。ごめんなさい。潰す。アッカーマン、このまま連携して作戦を続けるぞ。ごめんなさい。狙う。落とした。
わなければ勝てない。蹴散らして、地に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行士なら直接倒すしかない。これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。
よっしゃ。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。飛行士もいるんだ。手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。人を追ってこない。飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。頼んだよ。
がまだ嫌がる。今日はついてねえ。負けるもんか。頼んだよ。分かった。できた。できた。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。もらっていく。あいつ誰かを探してるのか。もしそうだとすれば、今は考え事してる時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。もらって、
ぞ。今ならやれるはずだ。存在を本体に知らせないと。だが巨人が邪魔だ。伝令班が襲われている。助けないと。僕に返せた。僕だってやってやる。やったぞ。怖くなんかないぞ。助かった。俺は本体へ伝令に向かう。お前たちも気をつけろよ。やったぞ。追いついたぞ。右翼は巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさか、あいつが巨人を率いてきたのか。だよ。あ、任された。
ある巨人が現れたんです。足止めしないと陣形が壊滅します。なんだって。よし、俺たちが罠を使って止めてやる。今ならやれるはずだ。お前本当にジャンクか。俺の信じるのは自分のことしか考えてない男のはずだ。まあ、ただ誰のものとも知れない骨の燃やかすに感化されたくないだけだ。仕留めるなんて考えなくて、できる限り足止めするんだ。Hehehe